コンコンコン、どうぞ。失礼します。エトラです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、まあノリプロオーディション来てくれたってことですけど、あれ、エトラさんって青霧高校じゃなかったでしたっけ。青霧高校っすね。ですよね。あれ、やめた。いつの間に。いやいやいや、まあ、ちょっと今回ねワンチャンあるならぜひって思って。大丈夫それ、契約書的に。あ、まあまあ事後報告でもなんとかなる。あー、そうなんだ、すごいゆるい。あの、まあせっかく来ていただいたんで面接しようと思うんですけど、はい、今回の面接はですね、ちょっと特殊な形式で行おうと思っておりまして、まあ VTuber といえば生配信で活動するわけじゃないですか。はい、生配信で活動するときに何を気をつけなきゃいけないかというと、やばいことを言ってはならない。なので今回はですね、 NG ワードをエトラさんに設定させていただきました。なので NG ワード言ってしまったら、まあちょっと不合格で、 NG ワード言わないようにしていただけるといいなと思っております。題してノリプロタレント NG ワード面接。よいしょ。ということで NG ワードを言ったらアウト、即退出していただこうと思います。はい、面接終了時点で自分の NG ワードが何か当てられましたら、もちろん合格となります。はい、ではやっていきますか。はい、お願いします。いきましょう。では面接開始です。ということでエトラさん、はい、なんでノリプロに入りたいんだね。今ちょっとノリに乗ってるかなって思ったから。乗ってるかな。全然乗れてない気がするんだけど。え、だって最近こうオーディションとかやってなんか盛り上がってる感じが。いや、まあまあ確かに今もオーディション開催してますからね。なるほどなるほど。エトラさん、得意なことって何なの。得意なこと、特別はないけど。エトラさん、はい、アウトです。え、特別。なんと NG ワードはでした。いや、そんなむずい。むずいな、この NG ワード。そんなむずいやろ。自己報告でもなんとかなる。コンコンコン。どうぞ。失礼します。青霧高校とノリプロの山小米久です。よろしくお願いします。あれ、お前青霧じゃなかったっけ。いや、ノリプロでもあります。あ、そうだったんだ。もう入ってたんだ、はい、知らなかったわ。あ、もう合格自称してるだけっぽいんで、一応確認しようかなと。あざーす。ノリプロの適性っていうものをね、やっぱり確認していかないといけないから。ネクロ君はそうだね、なぜ VTuber になりたいんだい。 VTuber になりたい。あ、なりたいからなりたい。なってたからなりたい。そうなんだね。好きな VTuber とかいるかね。山さんです。あ、犬山たまきのこと山さんって言うんですよ。ありがとうございます。やっぱそうですね、ノリプロ入りたいからにはね、僕とかノリオ先生が好きってのは正しい回答ではありますよね。ですよね。合格ですか。もうちょっと話聞きたいかな。足りない。ネクロ君は得意なことはなんだね。強いて言うなら、寝坊です。寝坊。はい、今日すっごい眠そうだけど大丈夫そう。寝坊です。今日寝坊した。はい。マジか。今日何時間寝たの。2時間っす。なんでそんなギリギリできてんの。やめた方がいいっすか。 VTuber は向いてないかもね。何時に起きたの。記憶ないっす。記憶ないのは向いてるかもしれない。あ、じゃあ寝た方がいいよ。まずうっす。ノリプロだとね、あのいろんなプラットフォームで活動してるんだけど、ネクロ君何で活動したい。僕っすか。四つ目とニコニコっすね。ニコニコ。はい、ニコニコ動画。うっす。だからネクロ君アウト。お声わかりますよ。ニコニコじゃないっすかこれ。あ、惜しい。YouTube です。なに。イエーイ。帰れ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 。おめでとうございました。帰れ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 。 YouTuber になりたい。コン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 。どうぞ。お邪魔、失礼します。どうぞ、お座りになって。お邪魔します。青霧高校の人だよね。はい、一応、うん、トップやらせてもらってます。初期面何来てんだここに。え、そろそろ新しい風吹かせたいなと思って。吹かせすぎだろ。もう5年目なんで、もうあとは任せればいいかなって。なんだったらちょっと先輩なんだけど、やだなんか。たまこくん、どうして VTuber になりたいんだね君は。いや、別に VTuber じゃなくてもいいんですけど。何に来てんの。なんか人の目にさらされたい。目立ちたいということですね。あ、じゃあ目立ちたいんだとしたら、まあ、生放送とかやっていくと思うんですけど、はい、生放送で大事なものなんだと思う。生放送で大事なものですか。心心が大事。生放送で大事なものですか、うん、トーク力とか。あ、トーク力、はい、いいですね、いいですね。トーク力以外にもやっぱ大事なものあるんじゃないですか。顔。顔、あ、正解ですね。はい、側。たまちゃんね、側。はい、顔ね。顔ね、気をつけてそういうの。はい、見た目ね、はい、自分の生身の体ね。はい。他になんか得意なこととかあんの。 ASMR とか。いいじゃん。エッチなのできる。あ、エッチなのしかできないです。天才か。はい。
ちょっと稼ぎ頭、はい、もしかして今までも ASMR とかやってたの？今ももう続けて週1で絶対エロいやつをやってます。いいね君。あ、じゃあ好きな VTuber は？あんまり VTuber 詳しくなくて自分。いや、海外の勉強罰大丈夫かな。でも玉木くんさんとても憧れです。お前何回もコラボしてんのに、なんでいつまで玉木くんさんなの？ちょっと未だに距離感がつかめてなくて。 なんでなの？だってさ、ファンの人と絡まなきゃだよ、これから。ファンの方に向けて何が大事だと思う？まあ、思いやり思いやり感謝の気持ちとか感謝の気持ち、はい、うん、それでどうやって表すの？いや、やっぱ毎日ありがとうとありがとうって言いながら配信していこうかなって思って。あ、ファンサービスではあるね、確かに。ありがとう。あ、そう、ファンサービス大得意です。ファンサービスじゃ何してあげるの？投げキッスとか。投げキッス、なんか配信前にチューとかよくやるんですよ。うん、確かにそれは嬉しいかもしれない。え、なんかその時のリスナーさんの反応どんな感じなの？あ、好きチューハマちゃんチュー結構地獄やん。いや、僕なんかそういうファン抱えてないからさ、すごい新鮮だった今。配信終わりとか来てもらったらチューってしてくれる？あ、全然します。おお、マジか、興奮するな。タマちゃんのとこにね、コメントしたことあるんだけど、なんか一生懸命サイン書いてて気づいてもらえなかった。コメント欄で来てたよって教えてもらって気づいちゃって。あ、そうなんだ。いやー、でもタマちゃん、これはコンプラ意識高いかもしれないですね。なかなか NG ワード言わないので。 NG ワード何だったと思いますか？全然わかんない、待ってもう来るの？ここ当てないとダメですよ。ここ当てないと受からないんで。待って、もうん、ちょっと一回考える時間もらっていいですか？いいですよ、シンキングタイム。なんかファンの気持ちがどうのこうのって言ったんで、うん、これなのかなって思ってて。おー、なんだろうな。タマちゃん、これ忘れたらもう生放送やっていけないよ。忘れちゃダメだよ、一番大事なものだよ。思いやり思いやり大事だよな。思いやりは大事だけど、どういう系なんだ、全然わかんない。タイムアップです。あ、待って、本当にわかんない。何ですか？何が？思いやりをリスナーさんに持ってあげてください。配信において大事なのかですか？大事なのリスナーだろうが。だからお前はダメなんだ、帰れ。いや、すいません、帰れ大事です。配信大事なのリスナーだ、帰れ帰れ。思いやり、コンコンコン、どうぞ。失礼します。わあ、もう合格だよ。え、かわいい。玉木ちゃんのお嫁さんに何行きました？ちょっと待って失礼します。お嫁さん合格、やったー、かわいい。ゴリプロ所属だ。わー、かわいいな。はい、かわいいです。ガブセンエッチだなもういいですか、これで面接は。あ、もう合格でいいよ、君。うん、じゃ一応ちょっとまあ話聞こうかなと思うんだけども、自分が VTuber に向いてるなって思うところとかある？向いてるのやっぱやっぱり玉木ちゃんのお嫁さんですね、うん、あ、お嫁さんになれるところ、普段のプライベートは僕のお嫁さんだと思うんだけど、お仕事の時はさ、僕以外の方にもさ、こういろいろやっていかなきゃいけないわけじゃん。みんなを何で魅了していこうか。あー、ダンスとか、なるほど、トークとか。顔です。顔かいや、みんなもうね、その顔で出たら嬉しいよ。まああとね、そのね、そのこれえ、ちなみにその胸部走行の方はあのイカほどイカほどというのは、あ、サイズは ABCDEFGHIJK です。マジ？マジです。ナイトカップ、これは革命ですね。まあ合格なんだけど、うん、僕がガブ戦の何に惹かれてるかを当てたら合格にしよう。セクシーさ。そうだね。でももっと本質的なところを僕は見てる。先端だいぶ見えてる、まあ、先端ではない。僕はあれですよ、内面を見てますよ。内面？内面を見てますよ。ちょっと見当たらないんですけど、見た目以外どうしたらいいですか？見た目でチャームポイントは顔以外だと何かある？顔以外だと胸です。だよね。合格！合格！やったー！合格！一応 NG ワードなんだと思う？やっぱおっぱいにしよう。正解。合格だー！合格だー！やったー！巨乳が入るぞー！ほんとお嫁さんになっても大丈夫です。明日婚姻届出しに行こう。出しに行こう。じゃあ一旦僕ん家で待ってて。はい、待ってる、またね。またね。ディエル、玉木、玉木ちゃんのお嫁さんですね。コンコンコン、もう嫌な予感しかしないし、どうぞ。失礼します。あ、ちょっと椅子の方もちょっとハンカチで拭かせていただきますね。よろしいですか？どうぞ座ってください。なんだお前マジで。もういや、もう帰ってもう帰って。ノリプロのセクシー担当、栗駒こまりです。いらない、本当に。いいの、もう青霧は。いや、いいっすよ青霧やんて。あ、いいんだ、うん、そうなんだ。いいっすよ、やっぱ時代はノリプロっすよ。こういう下ネタ担当いないんじゃないですか。僕が引退しちゃったからね、下ネタ担当はね。任せてくださいよ、似合いますって。もうこまるくん、まあ、次世代
を担ってくれるということなので、はい、得意なことは。得意なことですか？夢中にさせちゃうこと。玉木先輩ももう目を離せないでしょ。エロって見た目だけじゃないんだなってつくづくお前は見てると思うよ。君はコンプラ意識はあるのかね？めっちゃありますよ。お、本当に、うん、あ、じゃあ配信でやっちゃいけないことってなんだと思う？何？もうダメだダメだこいつそんな褒めても何も出ないですね。褒めてない褒めてない、全然褒めてない、全く褒めてないです。最近ハマってるものとかも聞いとこうかな。え、最近ハメてますかって言ってました今、うん、聞いてないハマってるものね。ハマってるものか、うん、あ、推しの歌を聞くこととか。誰推し？白雪智恵さんです。あの4人好きな VTuber がいて、なんか名前出せば出すほどやばい気がするから智恵さんだけで止めといて。どういう案件やりたいとかあります？うん、そうだな、イケベな案件やってほしいなと僕も思いますけどね。あ、玉木先輩とお揃いの下着とかコラボ下着出したいです。あ、意外と可愛いとこ行くじゃない。可愛いっすよね。びっくりした、アホコラボみたいな言うかと思ってびっくりしちゃったよ僕玉木先輩の模したやつをいやねえ、コマロのやつと合わせるってことっすか？やばすぎるだろ頭おかしいよなんかスケベなブックは買いましたか？買ったタイトルとか聞きたいですね。隣の地上と生ハメスクスみたいな。地上もの好きなんだね。ドエスお姉さんが好きですね。あー、だからトマエさんなんだやべ、他に好きなジャンルはあるかね？ふたなりとか。ふたなり好きなの？好きっす。コマルふたなりなんすよ。え？え？入ってんの？マジかよ。そう考えるとふたなり系 VTuber っていないからいいかもな。ノリプロさんどうです？ふたなり系 VTuber とか。確かに。ふたなり VTuber ちょっとあれ金銭に触れてはいますねじゃあコマルくん、はい、最後の関門です、はい、じゃあ僕が設定した NG ワード何だと思いますか？もう気づいてるに決まってるじゃないですか。なんだ、耳舐め。何言ってんだこいつ、舐めるな勝手に。全然違うよ。エロ。いや、そんな単純なわけないだろ。あ、こうほんとやだ青霧から出てくるなよお前え、わかんない。隔離しろよ青霧で、責任持てよ。どっ、誰だよこいつ採用したの正解わかんない。手こぎ。あー、惜しいよ。いや、あのね、考え方としては別にいいんですけど、直接的な単語ではないです。アービーアービーはね、いろんなところに謝ってほしいね。はい、本当にすいません。ダメです小丸くん。はい、すいません小丸くん。絶対にお世話になったことがあるファンザです。あー、ファンザ一番見てる、あの無料のやつ。無料でしこるな。帰れ。すいません。あ、帰れ。エビよ、ちゃんと帰れ。無料で楽しむな。あ、帰れ。帰りたくない。なんだあいつ。こうコンコン。あ、どうぞ。失礼します。あ、すごい面接マナーなってる人来た。この度ノリプロオーディションに参加します。お城の中の人のねえおい、あ、やめろよ本当に。ちょっと緊張のあまりちょっと褒めを言っちゃいました。いいから芸名で座って失礼します。あ、じゃあまあせっかくなんでね、自己紹介もしていただいたんで。そうですね、はい、VTuber 歴聞こうかな。VTuber 歴は今3年半ぐらいですね。ベテラン入ってきてますね。なぜノリプロを受けてくれたんですか？給与払いがいいって聞いたんで。確かにうち条件は悪くないと思いますけどね。あ、他の事務所とか受けられなかったんですか？青桐さん以外で。ないですね、ノリプロだけです、ね、あ、一本で、はい、ありがとうございます。大城くん、どんな活動していきたいのかね？ポロッようになりたいです。あー、すごいガチなやつだ。はい。大城くん、ちなみにあの、はい、ちょっと VTuber の子に聞いていいか分かんないけど、実年齢は。実年、あ、いやいや、あの別にその年齢制限とかないんだけどね。うん、いいんだよ全然。あの VTuber って何歳からやってもいいっていうのが一番いいところだからさ、はい、そんな結構自分自身にいつも嘘をついて配信してるので、なんか本当の自分がちょっと分かんなくなってるところが、うん、泣かないで大丈夫だよ、うん、あるんですけど。あるよねそういう時ね。あるよねなんか、うん、どんな案件とかやりたい？案件、うん、スプラトゥーン。スプラトゥーンの案件うん、スプラトゥーンやりたい。ごめん、スプラトゥーンの案件はね、多分、はい、あの任天堂と包括契約結ばんとダメで、ちょっと2時3時かフォローライブじゃないときついかもしれん。憧れの VTuber とかいるかね？オメガシスターズさん、もともとちゃんとその歌もうまいし、うん、なんか はちゃめちゃなこともしてるところで憧れてましたね、うん、動画勢いいよね。動画勢いい。あ、動画でなりたいの？生放送とかじゃないんだ。生放送はだって失敗したら残るじゃないですか。アーカイブ消しても悪質な人がずっと覚えてるじゃないですか。それは悪質な人が悪いのか、うん、言った方が悪いのか議論はあるけど、ね、それは提供したこちら側が悪い。意識丸意識丸ですね。素晴らしいですね。え、でもいいんですか？なんだお前なんだお前、もう浮かれ切れるな。んかこのメス余裕だなと思って。なんだお前活動してて辛かったこととかあるかね？あんの？やだ、また泣いてんだけど。怖、この人情緒どうなってんの？
じゃあ大城くんもうほぼね、まあ、僕も欲しいなと思うところなんですけども、はい、やっぱりこの面接 NG ワード当ててもらわないといけないので、はい、NG ワードなんだと思いますか。班長、あ、顔バレ33歳別に33歳でもいいだろ。最大手の VTuber 事務所ホロライブと23時、はい、2時3時です。あ、惜しい。ホロライブ言ってくれたのにな。帰れ。受かりましたよこれ。うん、2時3時受けに行け。あの、来年の2月デビューするんで。いい、プラトゥーン、コン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 、すいません、あのノリプロに、ノリプロに入れてください。コン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 、入ってどうぞ。あ、すいません、はじめまして。お前、青木の新人じゃね。あ、え、違います。え、ど、え、ど、誰の。あ、違うんですか。あ、はい、違います。あ、じゃあ、今日自己紹介どうぞ。あ、はじめまして、青山高校から来ました春雨うらめと申します。あとちょっと待って。アウトです。うらめくん、もうじゃあいいよ、オギーに一緒いるよ。